どうなるかまだ分かんないけど、はい、その辺は基本としてありそうかな。そうですね。なんかネット足場のね、はい、このベックのモーションはまだまだだね。そうですね。そこはちょっと調整していって、ね、クオリティの高いものにしていきたいなと思うんですけど、とりあえず動いてるだけ、はい、感じなので、昔こうあれですね、マイティナインのテックのモーションを入力させていただいてるんで、うん、ちょっとこれとか違和感がありますね。違和感が出ちゃう、うん、これは今うちのデザイナーの方で調整させていただいてるので、はい、出来上がりしてあります。まあ、ここまでできてるっていうか、ちゃんと見せるっていう、はい、作れるよ示せるのかな。ありがとうございます。期待してる。ありがとうございます。本当に期待に応えられるように頑張ります。これからだからね。そうですね。頑張ってやっていこう。はい、そのリアリティっていうよりは、はい、アニメの世界の中のリアリティ、普通のフォトリアルのリアルを求めたいわけじゃない。はい、そう、微妙なところですね。はい、歴史を感じられるようなところに行ったらなとは思っています。まあまあ、アニメの背景の中でなんかリアル感の形をどう出せるか、思い切って個性出していると思う。はい、割と無個性で作っちゃう。そうですね。一応出してみていいんじゃないかな、うん、まあ、試行錯誤じゃないけど試してみる。 そうですね。それができれば、はい、性格から考えた、はい、動きにした方がいいと思う。面白い。すごくモデルがいいんで、はい、彼のやんちゃな感じと、はい、なんていうのかな、やんちゃで現代風じゃないけど、はい、すごく正義感にあふれて何でもかんでも頑張ってやるじゃなくて、はい、ほんとこう利己的な感じ、金のために動くとか、はい、しんどいことやりたくないとかっていうのが、はい、どう含まれるかっていうのを考えて、はい、モーションつけたほうがいい、はい、言っちゃうと、はい、今パッて見た時にすごい正義感あふれる頑張っちゃうやつの動きになっちゃって、ヒーローになっちゃった、はい、ヒーローなんだけど違うヒーローだったかなっていう、はい、頭の片隅に入れるだけで全然モーションって変わるんだよね、はい、キャラクターデザインするときはそうだけど、デザインをしてるんじゃなくて人間作ってるんで、はい、常に性格があって、その性格を何をどう喋ってるどうしてるっていうのがありながらデザインしてるっていうのが基本なんだよね。彼もそれをやってるし、俺もそれをやるって、はい、だからキャラクターに命が込まれる。だからキャラクターが好きになるし、みんな注目してくれるっていうことになる。ただ単に絵が上手いだけとかデザインできるだけって世の中に山ほどいて、はい、でもみんなそういうキャラクターデザインできるからできないわけです、はい、それは性格から考えて描いてないから、はい、だからモーションとかモデルとかも同じで、その性格をちゃんとここに映し込めるかっていうのはすごい大事で、はい、多分ここまでできてるので、それもできると、はい、分かりました。難しいけどそれもできる力あると、はい、ぜひ、はい、うん、頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。はい。